委員会の貴重な質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げます。質問もかなり準備をさせていただきましたので、全部はひょっとすると質問しきれないかもしれませんけれども、まあ、少し駆け足になりますけれども、どうかよろしくお願いを申し上げます。まず教育負担の軽減、また子どもの貧困、こうした問題について質問をさせていただきます。教育負担の軽減というのは、私ども公明党も先の衆院選で大きな公約として掲げさせていただいております。先日は同僚の伊佐議員が幼児教育の無償化、これについて質問をして、おりました。私は主に今日は高等教育を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。資料の一番を見ていただきたいんですけれども、まあ、この予算委員会でもいろんな議論になりました。子どもの貧困率、まあ、相対的な貧困率、こういう指標がございます。まあ、統計も2種類もございまして、いろいろあるんですけれども、まあ、いずれの調査を見ましても、第二次安倍政権この取り組みを通じまして、子どもの貧困率というのは数字としては着実に下がってきている、こういう状況になってきているというふうに思います。まあ、それぞれの指標についてどういう背景があるのか、まあ、これはしっかり議論をしていけばいいとは思うんですけれども、昨年の厚生労働委員会でも私この数字について少し取り上げさせていただいたんですけれども、まあ、子どもの貧困率というのは確かに下がっている。で、大きな背景としてはやはり経済の状況、雇用の状況が良くなってきているということがあるというふうにお伺いをいたしました。で、また賃金も上がってきている、まあ、こういういろんな背景の中で、下がってきているという話がいただきました。で、私はこういう経済の状況を良くしていく非常に大事でございます。で、合わせてやはりこういう貧困の問題を考えるときは所得の再配分の機能をまた強化をしていく取り組み、これも非常に重要であるというふうに思いまして、で、教育負担の軽減というのはまさにそうした取り組みの大事な柱なんであろうというふうに思っております。で、資料の2を見ていただければと思うんですけれども、この第二次安倍政権におりまし、おきまして、まあ、高等教育の分野におきましては大学等への奨学金、これを非常に拡充をしていただいております。見ていただけば分かると思うんですけれども、給付型の奨学金というのも初めて導入をすることができました。公明党も大変に強く要望させていただきまして実現をすることができました。また無利子の奨学金、これも有利子から無利子へということで、大きく人数を拡大もいたしましたし、所得に連動して返還をする新しいタイプの奨学金、まあ、こういうものもさまざま導入をいたしまして、で、まさにこの政権の間に奨学金の政策というのは大きく前に進んだ、このように思っておりまして、で、これをさらに給付型の奨学金ということで、大幅に拡充をしていく、こうした今政府の方針であるというふうに承知をしております。で、まさにこの制度設計というのを今行っているところでございます。まあ、この大学等への給付型の奨学金、まあ、今真に支援が必要な子どもたちに、こういうことであるんですけれども、まあ、所得の低い家庭というのはまあもちろんでございますけれども、このほかにもさまざまな要素もあると思っておりまして、で、例えば多子世帯、子どもが大きい世帯、で、こういう世帯をどうするかということもございますし、また非常に低い世帯、非常に所得が低い世帯だけではなくて、やはり少しなだらかにというかですね、段階はあるのかもしれませんけれども、もう少し所得の中ぐらいの世帯も含めてですね、やはり大きく幅広い支援というふうにしていっていただきたいというふうにも思いますし、また対象の大学、これについても今どういう大学が対象にするのかというのをまさに議論をしているというふうに承知をしております。私自身も、まあ、この対象、どういうところが対象になるのか、これをしっかり、まあ、議論をする、これは大事なことだろうというふうに思っておりますけれども、まあ、あまりこれを間口を狭くしまして、まあ、行きたいけれども地元に対象の大学がないというふうなことになっては元も子もございませんし、で、また実際の生活保護の家計の方など進路を見ますと、まあ、様々でございまして、まあ、専修学校もございます。各種学校、いろいろ大学以外にも、まあ、四大短大含めてですね、いろんなところに進んでいるというのが実態である
るというふうに思いますので、これもやはり実態も踏まえながら、また関係者の、意見もですね、しっかりと聞きながら、これもなるべく幅広い、ところが対象になるように、こういう制度設計をしていただきたい、文部科学大臣にぜひお願いをしたいと思うんですけれども、ご答弁いただければと思います。文部科学大臣、林芳正君。今委員からお話がありましたように、この新しい経済政策パッケージに盛り込まれた高等教育の無償化、これは消費税を活用する施策として、税金使うわけでございますので、国民の幅広い理解を得ながら進めていく、これが大事であると思っております。で、今支援の対象となる大学のお話もありましたが、この大学での勉学が就職とか、企業等の職業に結びつくと、これによって格差の固定化を防ぐというのがこの支援措置の目的でございますので、それに基づいて一定の要件を満たすべきことということがこのパッケージに盛り込まれておりますので、専門家会議今回しまして、具体的な内容について検討を行っているところでございますが、今先生からのご指摘もありましたので、この現場のお話もしっかり聞きながらですね、実態に沿った形にしていきたい、こういうふうに思っておるところでございます。また対象者の方ですが、住民税非課税世帯の子どもたちについて、支援を受けた学生が学業に専念できるように、この学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるような措置を講じるということと、それから少し幅広くというお話がありましたが、この住民税非課税世帯に準じる世帯の子どもたちについてもですね、これに準じた支援を段階的に行いまして、いわゆる崖というものを生じないようにですね、していこうと、こういうふうに思っております。で、先ほど多子世帯、中所得世帯というお話もありましたが、この多子世帯についてはですね、現行の給付型奨学金において、扶養親族の人数を勘案して算定される住民税を基準としております。したがってこの住民税の仕組みそのものが、多子世帯はですね、他の世帯と比べて高い所得であっても、この対象となって一定の配慮がされることになるわけで、ございます。で、貸与型奨学金についても世帯人数や家族構成を勘案した家計基準によって、審査を行っておりまして、多子世帯の学生については奨学金の貸与を受けやすく、なっておるわけで、ございますので、現行こういうふうになっていることを踏まえてですね、多子世帯の配慮も含めて詳細な設計を検討していきたいと、こういうふうに思っております。また中所得世帯、さっき言ったように崖をなくすということもやりますが、さらに、この新しい経済政策パッケージの中でですね、オーストラリアのヘックス等ですね、諸外国の事例を参考としながら、中間所得層におけるアクセスの機会検討についても検討すると、こういうことになっておりますので、これも合わせて検討を継続してまいりたいと思っております。中野君。ご丁寧なご答弁、本当にありがとうございます。しっかり検討もしていただきまして、また私、給付型奨学金のだけの話を申し上げましたけれども、授業料の減免もまた合わせて検討していかれると思いますので、これも含めてよろしくお願いいたします。で、この子どもの貧困対策というところでは、やはり教育の支援も大事でございますし、また福祉というかですね、厚生労働の分野も非常に大事でございます。特にこれも私、去年も厚労委員会で質問もしたんですけれども、給付型奨学金が導入をされてもですね、例えば生活保護の世帯ですと、現実的には大学に行こうとすると世帯を分離をするということも必要でございまして、でそこで、例えばこの家賃のところであれば、そこの家賃扶助が減るですとか、片方の制度では後押しをしているんだけれども、しかしもう片方の制度では逆にブレーキがかかるような、そういう制度設計にもなっているんじゃないかと、こういうふうなご指摘もさせていただいたところでもございます。今回厚労省の方でもさまざまご検討もいただきまして、生活保護制度やあるいは生活困窮者自立支援制度等もさまざまあると思いますけれども、こうしたところで、子どもの貧困の対策というのをしっかり前に進めて、いただきたい、このようにお願い申し上げますけれども、現在のどのように取り組まれていかれるのかというのを大臣にご答弁いただければと思います。加藤厚生労働大臣。生活保護世帯の子どもさんのですね、大学進学率もご承知のように一般の世帯と比べてかなり低い水準になっているわけでありまして、
まあ、貧困の世代を連鎖して、世代を超えて連鎖をしないようにするということと、また生まれた環境によってその将来がですね、左右されない、まあ、そういった観点からも、まあ、生活保護制度というそういった制度の下でということにはなりますけれども、大学の進学をしっかり支援していく必要があるというふうに考えております。まあ、そういう意味で今ご指摘がありました住宅扶助費については、これまでは減額をされるという形になっておりましたが、まあ、自宅から大学等に通学する場合の住宅扶助費の減額は取りやめるということ、それからその高校生の頃にアルバイトをして、例えば進学後のために貯蓄をしようとしても、これ今認められていない、まあ、こういう構造の中でですね、そういうことであれば、生活保護世帯の子どもさんが大学へ進学をしていくための一時金としてですね、自宅から通学の方は10万円、自宅外から通学の方は30万円の給付をまあ創設するということで、先ほど大学の給付型奨学金の話もありましたけども、まあ、こうしたことと合わせてですね、大学生活保護世帯におられる子どもさん、意欲がある方がですね、しっかり大学に行けるように支援をしていきたいと思います。野君、合わせてぜひお願いをしたいのがですね、特に私も地元のケースワーカーさんとかにも伺いましたけれども、まあ、やはり今までですとどうしても大学に行きたいというふうな話があっても、まずは制度の説明で、まあ、やはり住宅扶助の減額というのは制度的にありますという話を、まあ、そこから入らざるを得ないということもございまして、なかなかその現場においてもですね、この高等教育に進学をしようとするときになかなか後押しをしていける環境ではなかったのかなというふうに思います。まあ、しかし、まあ、奨学金の方でもかなり大きな後押しをする、で生活保護など その福祉の制度においてもこれはしっかり後押しをしていくという制度を今回整えていただいたということでございますので、やはり現場としてもしっかり国がそういう経済的な理由で学ぶことを諦めないようにしっかり後押しをしていきますよ、こういう強いメッセージをですね、発して制度の周知も含めてしっかりそういう運用に、ぜひしていただきたい、このように大臣に、またぜひお願いしたいと思うんですけれども、一言ご答弁いただければと思います。加藤厚労大臣。まず先ほど申し上げた話は予算案の中でございますので、これは国会のご審議を得て成立をしてからということにもちろんなりますけれども、まあ、現在そうした案というわけではありますけれども、そうした対応が検討されている、まあ、こういったこともしっかり周知をしていく必要があるんだろうと思っております。それに加えてですね、大学の進学費用等に関する相談や助言、あるいは各種奨学金の案内、こういうのをしっかりすることによって進学に伴う不安、あるいは経済面の課題への対処、まあ、これを支援していくために、平成30年度より生活保護世帯の子どもさんや、あるいはその保護者の方に対して、まあ、家計相談支援事業としてですね、そういったことも実施を予定をさせていただいております。まあ、そういったことを含めてですね、就労ということだけではなくて大学支援というそうした選択肢もあるんだと、そして、まあ、そのためにはどういう対応していけばいいのか、まあ、こういったことをしっかり周知をしたり啓蒙したりしていきたいと思います。長野君。ありがとうございます。次に就学援助についてお伺いをできればというふうに思います。就学援助は文部科学省の方で就学経済的な理由で就学困難と認められる学生児童生徒の保護者に対する援助ということで、ございまして、でこの資料の3にあるんですけれども、これ例えばどんなものが対象かというのが真ん中の補助対象品目3の丸2というところにございますけれども、去年、私ども公明党が取り上げさせていただきましたのが、この新入学児童生徒生徒学用品費、まあ、ランドセルとかですね、まあ、制服とかそういうところでございまして、でこれが、まあ、ランドセル最近かなり高く、ご承知の方いらっしゃると思いますけれども、かなり値段も高くなっておりまして、単価が追いついてないんじゃないかですとか、であるいはこれの支給が新年度に入ってからじゃないと支給されないということで、ランドセルは入学する前に買うものでございますので、実態と追いついてないんじゃないかと、こういうふうなご指摘も我が党の富田委員などがさせていただきまして、でこれ制度の改正をしていただきました。単価も上げていただきまして、でその入学前に支給したものについても対象と補助対象とできる、こういう制度にしていただきました。せっかくこの制度を改正していただきました
ましたので、やはり文部科学省としてですね、実態、今各自治体においてどうなっているのか、ぜひ改正した制度はぜひ活用していただきたいというふうに思っておりまして、実態のどのように把握をされているのか、また国としてもこうした入学前にしっかり必要な支給ができるようにということで促してぜひ行っていただきたいと、このように思うんですけれども、文部科学大臣ご答弁いただければと思います。林文部科学大臣。ご指摘のお話は去年の3月の文教委員会で、富田委員からご指摘をいただきまして、今お話がありましたように3月31日付で、通知を出させていただいたところでございます。昨年のですね。で、新入学児童生徒学用品費等についてですね、この国庫補助の対象外であったということでございまして、これを補助金の要項改正を行って、今申し上げたようなことでですね、入学前の方もですね、補助対象に加えたところでございます。で、通知等を出しましてですね、各種会議においても、周知を図っておるところでございます。で、各市町村における入学前支給のですね、実施状況を調査をいたしまして、平成28年度以前より実施している市町村ではですね、小学校で、約 5%、それから中学校で約 9% であったわけですが、平成29年度はですね、実施予定というところも含めて、小学校で約 41%、5% から 41% まで増えてきております。で、中学校で約 9% でしたが、これが中学校で約 49% と大幅に増加をしたわけで、ございます。で、一方でやはり小中学校いずれもですね、半分以上の市町村が検討を行っていない、または未定というふうに回答しておりますので、引き続き各自治体の実施状況を調査公表するとともにですね、我々としても積極的に働きかけを行ってまいりたいと思っております。中野君。大臣ありがとうございます。やはり私も地元の自治体に聞きますと、どうしても予算の制約などもありまして、自治体によってかなり取り組みが異なるというふうなこともお伺いをいたしましたので、やはり国の方から状況さまざま働きかけもしながらですね、やっていただければと思っております。で、その同じような話ではあるんですけれども、就学援助に関しましては、今回生活保護基準の見直しが5年に1回ございまして、これはもちろん厚労大臣もよく承知をされて、また配慮もされながら動かれているとは思うんですけれども、生活保護基準の見直しがございますと、他の制度に連動していろいろ影響があるんじゃないかと、こういう話がございます。で、前回の見直しの時にも他の制度の影響が及ばないようにということで、特に就学援助に関してもそれが及ばないようにということで、文部科学省の方でもさまざま動いていただきました。で、また特にですね、この就学援助の準要保護者に対する支援というのは各市町村の単独事業ということもございまして、それぞれの自治体の判断というのも確かに出てくるわけでございます。今回、厚労省の方でもさまざま動かれているのは承知をしております。で、特に今回その就学援助に限ってということで、また質問もさせていただきたいんですけれども、文部科学大臣の方にですね、今回の生活保護基準の見直しというのが、こちらの就学援助の方に影響が出ないようにということ で、これは今までの前回の状況も含めてしっかりとフォローアップもしていただきながら、また地方自治体の方にもぜひ今回も働きかけをしっかりしていただきたいと、このようにお願い申し上げるんですけれども、大臣の方からご答弁いただければと思います。文部科学大臣。文部科学省としては、平成25年8月の生活保護基準の見直しの際におきましても、各自治体に対して可能な限り影響を及ぼすことがないように適切な値を促すとともに、平成26年度から28年度においてですね、各自治体の準要保護者の支援についての対応状況調査をいたしました。で、その結果、見直し直後の平成26年度の調査においてはですね、全体の 96% に当たる1697市町村が影響が生じていないと回答しております。で、一方で調査を行った3カ年のいずれかの年度で見直しへの対応を行っていないと回答したのが89市町村でございました。で、この度改めてですね、この89の市町村に対して聞き取り調査を行いましたところ、79市町村においては当該調査年度以降に引き下げ以前の生活保護基準で認定するなどの対応を行っていると
ということが分かりましたが、十市町については当該3カ年にわたって、対応していないということが確認されたところでございます。今回の生活保護基準の見直しに伴いましても、生活保護基準額が減額となる場合にですね、それぞれの制度の趣旨や目的実態を十分に考慮しながら、できる限りその影響が及ばないように対応するというのが、これ政府全体の対応方針で確認されておりますので、この対応方針をしっかりと踏まえてですね、従前より要保護者として認定を受けていた方等への支援、これは平成30年度においても引き続き国庫補助の対象とまずするということと、それに加えて地方単独事業である準要保護者への支援についてもですね、国の取り組みを理解していただいた上で適切に対応していただくというような働きかけを行うとともに、また各自治体の対応状況をですね、前回同様調査をしたいと、こういうふうに考えております。適切に対応してまいりたいと考えております。中野君。大臣ありがとうございます。続きまして働き方改革について、お伺いをしたいというふうに思います。この国会でもすでにさまざま議論をしていただいております。少し時間もなくなってまいりましたので、通告の順番ちょっと変わりますけれども、特に長時間労働が非常に目立つということで、運送業や建設業、こうした業種についてまずお伺いをしたいと思います。資料の4にもございます通り、時間外労働の現状ということで、今回長時間労働の、初めて法律の方にですね、規制がかかる、こういう状況でございますけれども、実態を見ますと、やはり運輸業あるいは建設業、こういうところが非常に現実的に長時間労働になっている、これは現実だというふうに思います。で、私は前回の予算委員会でも下請け取引の適正化というところで、このそれぞれの業種についても取り上げさせていただいたことがございますけれども、構造としては基本的には同じだと思っておりまして、やはり荷主であるとか発注者であるとか元請けであるとか、どうしてもこの、この下請けの人たちはなんとかこの長時間労働を削減しようと思っても、しかしそういう指示が来てしまうと、どうしても現実的に長時間労働にならざるを得ない。で、今回この働き方改革の中でも、やはりこういうしわ寄せというのは立場の弱いところに来るんじゃないか、こういうご指摘も多々いただいているところでございます。なかなか実際の下請け取引の中で、必要なコストというのを転嫁をしていくという取り組みを今やっておりますけれども、それも大変苦労している中でやっているというのが現状でございます。やはりこの長時間労働、今回これらの業種については適用の猶予の期間もあるような形で話が進んでおりますけれども、こうした長時間労働の規制を進めていく中で、元請けであるとか荷主であるとかはしっかりとこういう基準を守っているんだけれども、現実的にしわ寄せがこういうところに来てですね、でこういうところのまた労働環境というのがさらに悪くなっていくような、そういうことになってはならないということで、やはり元請けや発注者、荷主、こうした人たちと一体となった取り組みというのが必要であるというふうに思います。運送業では荷主に対して勧告をするような荷主勧告というふうな制度もございます。これもしっかり活用していこうということで、今検討もしていただいていると承知もしておりますけれども、建設業もやはり同じように発注者に対してまず取り組みを促していかないとですね、進んでいかないというのも現実であるというふうに思います。こうしたところへの働きかけも含めてですね、しっかりと対応していただきたいということでございますけれども、国土交通大臣の方から答弁いただきたいというふうに思います。国土交通大臣、石井啓一君。トラック運送業と建設業につきましては、他の産業に比べて長時間労働の状況にございます。長時間労働の是正に向けては、例えばトラック事業においては、荷主や配送先の都合により荷待ち時間が発生するなどといった業務の特性や取引慣行等の問題があること、建設業におきましては天候不順などの自然条件により作業日程が圧迫される中、施主から工期を厳格に守ることを求められ等の問題があることなど、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあることから、
荷主や施主も一体となった取り組みを進めることが重要であると考えております。このためトラック運送業につきましては、トラック事業における労働時間や適正取引に関するルール等についての荷主団体等への周知説明や、荷主等が参加をいたします長時間労働の改善に取り組むパイロット事業の実施、さらに自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議において取りまとめを行いました。直ちに取り組む政策に基づく取引環境の適正化等に関する政策の推進などの取り組みを行ってきたところであります。また建設業につきましては、建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議におきまして、発注者受注者の双方が守るべきルールを定めました。建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインを策定をいたしまして、これを周知徹底をすると。さらに鉄道や住宅不動産電力などの民間発注者とともに分野別の課題の解決に向け検討体制を強化するなどの取り組みを行ってきたところであります。国土交通省といたしまして、引き続き関係省庁連絡会議の取り組みを推進すること等によりまして、これらの業種における長時間労働の是正に向けまして、時間外労働の上限規制の導入までの猶予期間の間もですね、しっかりと実効性のある対策に取り組んでまいりたいと存じます。中野君。しっかりと猶予期間というものの間に、やはりこれらの業の改革を進めていかないというふうに行かないといけないというふうに思います。特に建設業は発注者の方からそういう形でやっていただいて、さらに建設業の中でも、元下関係ということで、いろんな工事の現場に来るとかなり工期も含めて厳しくなってくるような話もお伺いをいたしますので、しっかりと取り組みをしていただければというふうに思います。で、もう残り少しの時間ですので、世耕経済産業大臣、来ていただいております。ぜひお伺いをしたいと思っておりましたのが、こうした働き方改革を進めていく中で、今いろんな業種で人手不足というのはどの業種に行ってもお伺いをするわけでございます。そのトラック建設業みたいな、先ほど石井大臣にお伺いした話ももちろんそうなんですけれども、サービスでも小売でもですね、やはり人が足りない。で、今年も例えばコンビニもじゃあ本当に24時間開けるのかとか、あるいはお正月も元旦も全部お店を開けるのかみたいな話も出てきてまいりました。やはり長時間労働のこういう取り組みを削減をしていく中で、生産性をどう上げるのかという議論を合わせてしないと、これは中小零細企業にとっては大変に厳しいことになってくるのではないかというふうに思います。この生産性を、いろんな業種によって状況違うかと思いますけれども、上げていくためにはやはり経済産業省の方からですね、やはりそうした後押し支援というものをしっかり合わせてやっていかないとやはりいけないというふうに思いますけれども、大臣の方からご答弁いただければと思います。世耕経済産業大臣。人手不足の中で中小企業で働き方改革を実現するためには、やはり生産性しっかり上げていかなきゃいけないと思っています。まず成立させていただいた補正予算の中でですね、ものづくり補助金、 IT 補助金をですね、合計で1500億ほど上積みをさせていただきました。それに加えて、これからご審議をいただく税制の中でもですね、自治体の判断によってですね、中小企業が新たに導入した機械に関わる固定資産税をゼロにできる、ゼロにするという、中身もですね、入れさせていただきました。これを組み合わせることによってですね、今までお金がなかなかない、あるいは新しい機械を入れると固定資産税が増えるから大変だといって、新しい設備を入れれば生産性が上がるのは分かっているけどもなかなかできないという躊躇をしていた中小企業がですね、まずものづくり補助金によって、場合によっては3分の2ぐらいまでですね、補助を受けて、軽い負担で新しい機械を導入し、かつその機械にまつわる新たな固定資産税はしばらく発生しないと、こういった仕組みでですね、しっかりと、中小企業の生産性向上を後押しをしてまいりたいと思っております。